鶴ヶ市、鶴ヶ市は、福井県南西部、峰南地方の鶴ヶ湾に面する市である。原子力発電所が多く立地する都市、昆布の加工地として知られている。気候は、季節風の強まる冬でも、日本海沿岸地域では、比較的穏やかとされている。古代より、機内と北陸道を結ぶ、北国街道の脇街道である西大見路、あるいは、鯖街道、若狭街道、 鶴ヶ街道、七里半越とも、原国道161号、国道367号棟、新佐古市、新道屋古市、原国道8号棟や、木の目街道、原国道476号棟、三人道への単語街道、原国道27号棟が通り、また、機内や瀬戸内海につながる水運を利用できる、琵琶湖からは、 荒地チを越えてすぐ北側に位置するため交通の要衝とされ、街道沿いには、キヒ神宮が鎮座して、鳥居前町が形成されて、鶴ヶ港と共に発展した。近代には、大和国際連絡列車の日本側の入り口として、外国製の地球儀には、3都市から4都市のわずかの町しか記載されない、日本の都市の一つとして、鶴ヶが含まれていた。 1970年代の昭和先行期までこの携帯の地球儀が国内でも販売されていた現在も鉄道や高速道路の接合地であり3本の直轄国道8号、27号、161号が走り重要港湾鶴ヶ港には北海道行きのフェリー定期航路や大韓民国行きのコンテナ船航路が開設されているなど日本海側の交通の要衝である 明治期に短期間、現在の福井県の領域を統括した時期は3年半、県庁所在地だったこと、第二次世界大戦前に姿勢を敷いた点や、市街地の規模から、福井県令南地方の代表都市とされている。2007年に、姿勢施行70周年を迎えた。1960年代以降、原子力発電所や、 関連施設を誘致し、歴代の鶴ヶ市長は1968年発足の全国原子力発電所所在市町村協議会会長を務めている。地域は両政国での越前国鶴ヶ郡特域が一致しているが、観光などでは若狭、若狭、鶴ヶ、大見、若狭、鶴ヶなどの地域区分が用いられることも多い。これは鶴ヶ郡が木の目峠で、 他の越前地域と交通遮断されていること、江戸時代に若狭藩、小浜藩領であったことから鶴ヶより、北の越前よりも風俗が若狭あるいは大海に近いことが理由とされている。福井県の地方区分においては、峰南に含まれる。明治維新に伴う廃藩置県直後においては、鶴ヶ県が置かれた時期、短期間だがこの名が、 現在の福井県全域だった時期もあるもあるが、ほどなく分割され、現行の福井県だけではなく、滋賀県に属したこともあった。現代においても、同州制が実施され仮に、福井県が北陸州に含まれる場合、峰南に属する鶴ヶ市や小浜市の市長により、冷北地方とは起きる、胸の発言もなされている。鶴ヶ市は、木の目峠のすぐ南側で、 若狭湾の最も東に位置する。さらに、日本海側と太平洋側が最も接近する地域、分水嶺が鶴川湾と琵琶湖最北岸を結ぶ線である。琵琶湖の北端から市街地まで2 0トルも離れていないため、古くは平安時代から現在も琵琶湖と日本海を結ぶ水路建設の話が持ち上がっている。日本横断運河も参照。 典型的な戦場地地形であり、周囲三方を山に囲まれている。また、リアス式海岸である、若狭湾の東端に位置する。湾は海に入ると急激に水深が下がる天然の、良好である。蒸気の理由により、平地が少なく、市の大部分は山林で占められている。この平野、鶴ヶ平野は、 南東園の鶴ヶ断層と南西園の野坂断層の活動に伴う人工部に形成された中赤平野である。日本海側気候である。また、豪雪地帯対策特別措置法において、豪雪地帯に指定されている。日本海側から大阪へ至る北前船の気候地として、江戸時代を通して栄えた。高浜町や大井町、現大井町と共に、地方交付税。 普通交付税の不交付団体であったが、税収の落ち込みなどのため2010年度より22年ぶりに地方交付税の交付を受ける見通しとなった。市街地、アーケード商店街を中心とした省の河合等と、新市街地、通称新木崎通り若葉交差点から昭和町交差点までの通りを中心とした省の河合省の二つに分けられる。鶴ヶ空襲の後、 区画整理されたため市街地でも戦前の面影がある街並みは一部に留まる。港町として栄えてきた市街地には各所に市跡、旧跡が立地し農地はほとんどなく大部分が住宅地か商業地である。鶴ヶ池から神楽町一丁目付近にかけてのアーケード街は全長2トル以上という都市規模から考えると大規模なものである。このアーケードは 道路を挟む形で設置されており、商店等は片側にしか所在しない。向かい側へはアーケードのない車道を横断する必要がある。鶴ヶ駅からアルプラザ付近にかけては、まだしも全体として活気に乏しく、半ばシャッター通りとかしているが、さらにその加速化を危惧する声もある。国道8号に指定されているアーケード街の一部は、かつて北陸地方への幹線として、 トラック等が行き交ったことから夜間にラーメンの屋台が出店するようになり、現在でも市内外から屋台の鶴ヶラーメンを目当てに客が訪れる。毎年9月初めの鶴ヶ祭り期間中はアーケード街に数多くの露天商が出店し大変混雑する。鶴ヶ都市計画マスタープランによると、北陸新幹線鶴ヶ駅駅,駅舎整備事業と並行して東口を新設。 現在の鶴ヶ駅前通りを東へ延伸し、国道8号鶴ヶバイパスに接続、福井県道271号鶴ヶ駅東線、2022年度完成予定、その周囲に中高年齢層の利用も考慮した商業施設や住宅施設を整備する計画となっている。国道8号鶴ヶバイパスの全通により、中心部の混雑緩和には貢献しているものの、 観光客や運送業者等が素通りする空洞化の加速が危惧されている。そこでバイパス全通による交通量の減少を見越して旧来からの国道8号の車道、歩道等の整備が計画されている。新市街地はほとんどが水田、畑であったが、日本の通りを中心として商業地や住宅地、分譲マンション、賃貸アパート、小建て住宅が広がっており、 市の人口が横ばいの中、微増傾向にある。特に片道に車線の福井県道142号、松島若葉線、通称新木崎通り周囲には、広い敷地を生かした、ロードサイドショップが多く立地するようになった。高等学校や大学が近くに立地しているため、若者が集まりやすい。鶴ヶ市本庁舎や鶴ヶ警察署も、元は旧市街地に立地していたが、 この付近に移転した。新木崎通りの南端に日本海魚街ができてからは、休日になると観光客が訪れるようになった。ただ、新市街地は駅から遠く、二次交通が未熟であることが難点である。括弧内は所在地と2012年度の児童数。括弧内は所在地と2012年度の生徒数。陸上交通では、京都、米原、舞鶴。 福井の四方との結節点となっている。また、海上交通では、北海道への貨客フェリーが就航するほか、国際貨物航路も就航するなど、物流の結節点となっている。中心駅は、JR 西日本敦賀駅である。同社北陸新幹線の駅も併設される予定。以下の各社は高速バス。敦賀市の市外局番は、料金単位区域。 鶴が MA と同一の範囲を持つ0770、市内局番は20から49で統一されており、以下の区域への通話は、市外局番不要かつ市内通話料金が適用される。なお、オバマ MA も同じ市外局番、市内局番は50から79であるが、MA が異なるため、市外局番が必要。なお、西日本電信電話による、究極区分は、 二級曲である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。